はい、こんばんは。えっ、ー、と、最近なんですけど、またちょっと様子のおかしい人が湧いてきたんで、まあ今日はその方のことについてお話ししたいと思います。で、まあ、とにかく突っ込みどころが満載で、もう名前からして某格闘家のパクリのような名前の方なんですけども、で、登録者がまだ250人ぐらいの方で、まあとあるアウトロー系 YouTuber の方の側近らしいんですけども、 でまあ、とりあえず、順を追って、私が感じたことをお話ししていきたいと思います。あの界隈の方々って、必ず MC に女性を置いてるじゃないですか。まあ、自分が思ってること、まあ、伝えたいわけじゃないですか。YouTube やってるんで。でまあ、いちいち、あの、女性の力を借りて、まあ、ヘラ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 笑いながら喋るんじゃなくて、本当にあの、魂、心を込めて、視聴者さんに話さないと、なんか本当にあの、薄っぺらいように感じるんですよね。 なんでまずはあのお一人で話すことから始めてみてはいかがでしょうかでまあだいぶ低評価が多くてアンチコメントもたくさん来ててまあそれに対していちいちそのアンチに対しての返信を動画にしてるんですけどもまあこんなにアンチが来ると思わんかったっていうふうにおっしゃってるんですけども。 まあそれがあの世の中のあなたに対する反応だと、まあ、そういうことを認めた方がいいと思います。でまあ、とにかくあの言ってることがめちゃくちゃなんで、まあ、これは致し方ないのかなと思うんですけどもで、まあ、最近なんですけども瓜、まあ、田さんとタイソン氏がスパーリングの件であのゴタゴタなってるじゃないですか。 まあ、ごたごたというか、大孫氏側が一方的に言ってるだけだと思うんですけども、まあ、今、そんな話になってるさなかなんですけども、また昔の話をほじくり出してですね、ウリ田さんが、あの、ホーミー・ケイに対して、アメリカ帰りのなんちゃらと、そういう発言をしてしまったことを、また言ってるんですよね。まあ、いつまで言ってんのよ、本当に。もう終わった話なんだよ、本当に。なあ。で、まあ、とある方の側近なわけじゃないですか。で、まあ、その、とある方なんですけども、 そそのの方はもうその件に全く触れてないんで,すよでまあ言ってみれば自分がお世話になっている方まあ簡単に言えば親分ですよねまあ自分がその世話になっている方がもう黙ってるんだからもうあなたも本当黙った方がいいと思うんですよそこは。まあ完全にあのその方の株を下げることになると思うんででまあタイソン氏がウリタさんに対してスパーリング素手でやってやるよと。 まあそういう動画を出されたんですけども、まあ、それに対して、まあ、我々のような売田さん寄りの人たちは、まあ、素手でやるなんてそもそもスパーリングじゃねえじゃねえかと、まあ、それは脅迫じゃねえかと、まあ、そういうムードになってるんですけども、まあ、それに対してその YouTuber の方はミャンマーにラウェイという格闘技があると、まあ、タイソン氏はそのことを言ってたんだと、まあ、とにかく知り滅裂なことを言ってるわけですよ。 でまあ、本当にあのー、赤っ端書くんでやめた方がいいと思いますよそういうのは。あとまあこれだけはどうしても言いたかったんですけども瓜、まあ、田さんがとある出版社に対してクレームを入れてるという疑惑について、まあ、これについてなんですけども、まあ、自分の半目の人間が、まあ、お前のことを暴露してやると、まあ、そういうスタンスで本を出版するわけですよ、まあ、それに対して穏やかでいられる人間っていますか ちょっと今あの、いい例えが思い浮かばないんですけども、まあ仮に誰かが不倫したとして、お前の不倫のことを、まあ本を出版して暴露してやると、まあそういうふうに言われて、本当に穏やかな気持ちでいられる人間って誰もいないと思うんですよ。まあそんな本出してんじゃねえよと、まあもしくはやめてくれよと、まあそういうふうに言うのがまあ普通じゃないですかね。まあ仮にあの、うりたさんが本当にクレームを入れてたとして、 まあそれを責めるのはいささかお門違いかなと、まあ、自分は思いますね。あとまあその方がまあ売田さんをまあディスったというかまあ悪口を言ってる動画なんですけども1 8000から19000回ぐらい再生が回ってるんですけどもまあそれに対してまあこの数字は本当に売田さんの力かどうかわからないとまあそういう発言をしてるんですけどもまあそこは完全に売田さんのおかげなんでまあそこは感謝した方がいいと思いますよ。 あの、いちいちあの、アンチコメントに対して、まあ、一個一個返信する動画を作ってるんですよね。で、まあ、MC の女性の方と、ちょっと小馬鹿にして、まあ、返してるような、まあ、そういう、ちょっと胸クソ悪い動画なんですけども、まあ、とある方のコメントに対しては、カッコ編集済みとか、まあ、コメント後で編集してることをバカにしてるような、そういう発言もしてるんで、まあ、ちょっと性格の悪さがにじみ出てるのかなと、そういうふうに思います。 まあ、あと、とにかく、う田氏がめくれためくれたとか言ってるんですけども、まあ、めくれたって、あのー、どういうことなんですかね。まあ、うりさんがタイソン氏に怠慢を張らせてたとか、まあ、そういう話のことについて言ってるんでしょうか。まあ、これに関しては、もう完全に私の個人的な考えなんですけども、まあ、一度は惚れて、射程になった関係じゃないですか。 まあ自分の兄貴分がどんな人間だろうが、まあ、自分が体を張って男にしてやるというのが射程の役目だと自分は思ってるんでまああの上の人間が下の人間に対して器量を見せるのもまあ当然のことだと、まあ、それも十分理解してます。まあ、なんであの昔のことをごた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 言ってる方がダセえなと、まあ、自分はそういう考えなんでまあめくれためくれたって本当にしつこいぐらい言ってるんですけども。 まあ何がめくれようが今視聴者に対して売田さんがどういうふうに映ってるかなんですよ。まあ、別にあの昔のことがめくれようがまあ今裏でこそこそやっていることがめくれようがまあ私個人は売田さんに対する思いは決して揺るがないんでほ、まあ、モじゃないですよほモじゃないんですけど、まあ、それが本当のファンかなと思ってます、まあ、ちょっと私も配信者の立場としてまあコメントするかしないか迷ったんですけども でまあ彼が瓜田さんに対して言ってるアウトローのカリスマというのがめくれたという話なんですけども、まあ、カリスマって何ですかね喧嘩の強さですか犯罪自慢ですか で、まあ、コメントにも書かせてもらったんで、本当に重複するんですけども、カリスマ性っていうものは、もうそういうものじゃなくて、まあ、そういうものを超越して、あの、姿、形から滲み出るものだと思ってるんで、私は。で、まあ、正直、あなたが、あの、従ってる方からは、私はそういうのを感じなくて、で、まあ、私は、あの、売りたさんからそういうものを感じ取ることができるんで、 で昔どうだったとか、まあそれに対してめくれたとかめくれないの話をしてるんであれば、まあ、本当に器の小さい人だなと、まあそういうふうに思いました。で、まあ最後に言いたいのが、まあ私はこれ以上あなたに対して動画を出すことはないと思うんですけども、まあとにかくあのご本人がもう関わる気はないとそういうふうに言ってるんで、まあ本当に関わらないでください。まあ私が言うことじゃないんですけども、本当に関わらないでください。 まあ本当にあの、人前であの、お話をするわけですから、もうちょっとあの、話や考えをまとめて、皆さんに伝えないとま、またあの、低評価やアンチコメントを招くのかなと、そういうふうに思います。まあ、ちょっとあの、上から物を言ってしまったところもあるんですけども、で、まあアンチの方も、結構あの、話し合うと、ちょっと理解し合える方もいるんですよ。で、まあ私もあの、こういう動画を最近結構出してるんで、まあアンチはたくさん来ました、正直。 でまあ、私もちょっとあの短期な性格なもんであのコメントに対してちょっと反論してしまうことも多々あるんですけどもで、まあ、その中であこの人人人ちょっっっと話ししててみたららいいいいじゃゃんんう人が結構いらっしゃるんですよで、まあ、その,あのコメント欄で、まあ、和解じゃないですけども、まあ、お互いにちょっと分かり合える部分があって、まあ、本当はアンチなのにまた次の動画を見に来てくれてまたコメントしてくれたりとかもう本当にそういう方も最近いらっしゃって。 でまあ、そのたびに、まあ、ちょっと俺も言い過ぎたなと、まあ、俺もガキだったなと、まあ、反省することもあるんで、まあ、本当にあの自分の考えをしっかり伝えることが大事かなと思います。まあ、ちょっとあの上からものを言ってしまったところもあるんですけども、まあ、それはあの年上の方に対して失礼だったなと、まあ、この場でお詫びいたします、まああの。散々言ってからなんですけども、でまあ、とにかくあのこの方のことをあとは動画にすることはないと思うんで、 まあお付き合いいただいてありがとうございました。ってことで今日は以上です。